経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。私は商売柄ビジネス書を月に3、4冊は読みます。その中でも衝撃を受けた本、こういうのはあるわけです。そこで今日は私の人生を変えた衝撃の営業本、ベスト5を分かりやすく解説します。これはすごい。これは目から鱗だ。これは参ったというね、基準で選びました。まあ、あくまでも私の独断と偏見です。それでは発表します。まずは第5位、こちらですね。私に売れないものはないっていうね。これ、フォレスト出版から発売されています。ジョージラードというですね、シボレ、自動車ですね。シボレの営業マンの本なんです。で、このジョーはですね、1日最高18台。1ヶ月最高174台。1年最高1425台。そして15年間で1万3001台を販売して、12年連続ギネスブックの世界ナンバーワンセールスにね、認定されてるんですね。で、今すぐにね、使えるテクニックから、あとはトップセールスになるための考え方とかマインドまでね、これ余すところなくこちらの方に書いてあります。ちなみに、この15年間で1万3001台を販売したっていうこのね、ジョージラードの記録なんですけども、これ基準値がわかんないですよね。なので、わかりやすく解説しますと、まあ一般的に皆さん方の住んでられる町とかね、市にも、こう、ディーラーさんとか中古車販売ってあると思うんですけども、その中で、トップ営業マンって言われる方がいたとしましょう。その方でも1日1ヶ月ですね。1ヶ月10台、販売したら、それはもうすごいって言われますよ。だから年間120台。いや、すごいですねって言われます。それで考えていくと分かりますでしょうか？このジョーの1年最高1425台でも驚異的な数字なんですよ。普通のトップ AA セールスマンの10倍以上は彼は売ってるということになります。まあ、そんなジョージラードの私に売れないものはないという本が第5位です。そして第4位はこちらです。バカ売れ営業トーク1000。これ中京出版、中継出版っていうのかな。そこから出ている営業コンサルタント高橋光一さんのね、本になりますね。はい。これはどういった本かって言いますと、まあ営業のプロセスっていうのがね、いくつかありますね。アポイントの取得、そして初回の訪問、ヒアリング、プレゼンテーション、クロージング、まあこの5つね、大きく分けると営業のプロセスがありますが、その各プロセスに使えるですね、トークが実はこの本はですね、満載なんです。1000個載ってるんですね。で、対面トークで582、それ電話のトークで238、そしてメールのトークっていうか、まあ文章ですね。それが180も掲載されている非常にですね、実践的な本になっております。はい。まあまあ、こんな感じでね、いろんなパターンで1ページに4つぐらいね、分類が出てるのかな。まあ、例えば、今回は残念ですが、他社さんでということになりましたって言ってね、お客さんに言われたとしましょう。まあこれ断り文句ですよね。そうしたらどう切り返したらいいか。さあ皆さんだったらどう切り返すでしょうか。高橋さんはね、こんな感じで切り返したらどうでしょうかってことなんですね。それは 100% 決定でしょうか？ 99.9% 決定でしょうか？もし 99.9% だったら、1回だけ弊社の可能性にかけていただけませんかっていうね、まあ、こんな切り返しのトークをやったらどうだと。まあ、こんなトークがですね、1000個も掲載されているので、まあ、法人営業をやってるですね、企業さんだったら、これ1冊ね、会社でですね、購入してもいいんじゃないかなと思っております。お勧めします。さて、次は第3位ってことになります。第3位はこちら。はい。見えますか？1000円ゲーム。5分で人生が変わる伝説の営業法というね、経済界から出版されています。これは富裕層専門カリスマファイナンシャルプランナーの江上修さんというね、方が書いた本です。まあ、そんなにね、熱い本じゃない、こう薄い本ですね。まあ、この内容は、ある外資系保険会社に数十年にわたって語り継がれる伝説のロープレイなんですね。これを紹介していると。で、このロープレイを学んだ人は、奥越えのね、伝説の営業マンになった人もいるってことなんです。実は私もこの本でソリューション営業をこう鍛えたんですね。で、ですので、これはもうソリューション営業のですね、とっておきの訓練法なんです。
で、具体的なことはね、もう本読んでほしいんですけども、これをですね、常日頃からやっていれば、ソリューション営業のね、スキルはね、どんどん上がっていくと思いますので、ぜひですね、これも試してほしいなと思っております。さて、第2位ですね、いよいよね。はい、こちらです。はい。手取り1655円が1850万円になった営業マンが明かす、月収1万倍仕事術っていうね、本でございます。これはダイヤモンド社から発売されています。で、これ元ソニー生命の営業パーソンの大坪裕二さん。まあソニー生命のね、知り合いがいるんであれば、ちょっと聞いてください。大坪裕二さんってご存知ですかって言って、まあ、ある程度のね、年をいってるっていうか、勤めてる方であれば、まあ、大坪さんのね、名前を知らない方はいないと思います。でね、大坪さんの経歴も非常に変わってて、大坪さんは新日鉄で経理マンだったんですね。で、9年も勤務したんですが、まあ、何を考えたのかね、営業に憧れてソニー生命へ転職することになりました。で、営業経験はゼロ、顧客ゼロで、フルコミッション営業ですからね、完全歩合制の営業に転身した。ところが、34歳の時になんと手取り月収が1760円。最低の時には1655円になって、まあ、自信とプライドがもうズタズタですよね。その後、営業ノウハウを学んで実践した結果、170億円もの年金運用を任されるなど、数々のチャンスを掴んでいくわけです。で、わずか半年間で、なんと手取り月収が1000万円。そして、最高時には月収1850万円を記録するというね、ものすごいですね、この運で、あのね、山あり谷なりのですね、営業マン人生なんですね。で、この本をなぜ私がお勧めするのかっていうね、大きな理由があります。実は私も、実践して成果が出たんです、これで。特に、1日20ポイント獲得シート。まあ、これを実践してですね、成果が出ない方がおかしいと思っております。で、1日20ポイント獲得シートは、私は今でも毎日続けています。はい、おすすめです。そして、堂々の第1位ということになります。こちらです。はい。絶対達成する部下の育て方。これはダイヤモンド社から、発売されています。営業コンサルの横山信弘さんのですね、所蔵作ですよね。はい。これはですね、今でもね、この本を読んだ時のね、衝撃は覚えています。で、興奮してね、Facebook でこの本を紹介したんですね。そしたら、なんと、著書の、横山さんがですね、コメントしてくれましたね。でね、なんかね、最近もね、私のツイッターの投稿に時々ね、いいねとかね、押してくれるんですよね。で、問題の内容なんですが、これ、余罪管理っていう手法を使って、最悪でも目標達成するという考え方なんです。で、具体的には目標の2倍の余罪、要は見積もり額ですよね。2倍の余罪を積めば目標に行くだろうと。例えば営業目標が1億円であれば2億円の余罪を積めば営業目標である1億円を達成できるということなんですね。まあこれもね、私実践済みなんで、これも超おすすめです。まあそんなことでですね、5冊ね、紹介してきました。まずこちらね、ジョージ・ラードのね。で、2つ目、こちらですね、高橋さんのバカル営業トーク1000。で、3つ目。こちらですね、1000円ゲーム、江上さんですね。で、先ほど紹介しました1万倍仕事術、こちらが大坪さん。そして最後が横山さんの絶対達成する部下の育て方ってことなんです。で、この5つですね、もう衝撃を受けたっていうね、私のベスト5の本です。まあ、これね、読めば確実にあなたのね、営業力もね、強化してくれると思いますので、ぜひですね、この5つの本をね、5冊の本を読んでいただけるといいかなと思います。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。下の概要欄にメルマガ社長の大学のですね、登録の URL を載せておきましたので、メルマガ社長の大学の登録もよろしくお願いいたします。